各磁気共鳴分光法におけるイネップド、インセンシティブニュークリーエンハンスドバイポーラリゼーション、トランスファーは、ボルツマン分布の差が大きいスピンから小さいスピンへ、分極移動させることで、感度を向上させる手法である。各オーバーハウザー効果では、分極移動に交差緩和を用いているが、イネップドでは、J 結合を用いている。NMR の感度は、各の磁気回転比に依存する。 磁気モーメント、ボルツマン分布、再差運動が次期回転比に比例するため、一般的に感度は次期回転比の3乗に比例する。例えば 13C の磁気回転比はプロトンの1、4であり、感度はプロトンの1、64である。しかし実際にはノイズも周波数の平方根に比例して増加するため、感度はおよそガンマ5、2に比例する。 例えば 13C の感度はプロトンの132ほど、15N はプロトンの1300ほどである。よって感度の低い角では増感することが求められる。感度はボルツマン因子を増加させることで人為的に増加させることができる。その方法の一つとして各オーバーハウザー効果があり、例えば 13C ではプロトンが飽和の時 S、N 比を3倍にすることができる。 しかしのエは、核の磁気回転比の比形が負ならば、信号強度が減少する。磁気回転比が負である 15N では、双極子緩和が他の気候と競合するとき、15N 信号はほぼ零である。よって、磁気回転比が負である核でも増換できる手法が必要であり、その一つとして1979年に、レイ・フリーマンによってイネップドは提案された。イネップドのパルスシーケンス。 イネップドは 15N の感度工場にしばしば用いられる。15N は磁気回転比が負であり、ボルツマン分極を増加させ、T1 緩和を減少させる。イネップドによって増加する理由は2つある。これらの結果、ノエでは 1K、2倍に増加するのに対し、イネップドでは、K 倍以上に増加される。ノエとは違いイネップドでは、磁気回転比が負であっても問題なく、 15N や 29SI の増加にも有用である。イネップ度によって 15N の感度は10倍に増加する。ありがとうございます。